農作物について学ぶ JA 奈良県女性大学。今日受講生が橿原市の農場で冬野菜の収穫体験を行いました。女性大学は毎年4月から1年間、受講生がさまざまな農業体験を通して仲間との交流を深め、栽培の喜びや食について学んでもらおうと JA 奈良県が開いている講座です。今日は9月に植えた野菜の収穫体験を行いました。今年で5年目となりますが、新型コロナの影響で今回は2ヶ月ぶりの体験講座となりました。9月に植え付けをしたおよそ500平方メートルの畑にはブロッコリーやキャベツ、大根などが立派に育ち、受講生は職員の指導のもと収穫を行いました。家族でサラダにしたらたくさん食べれると思います。ちょっとじゃあこの辺を美味しいです。甘い大根は中には重さ4キロを超えるものもあり、大きな大根を引き抜いた人たちには富有柿がプレゼントされました。こういう外で何かをするという機会がなかったのもありますし、充実した時間になって面白かったです。家庭菜園はぜひちょっとお家でもしてみたいと思ってます。